オヌマーシッティラックは大の女子バレーボール選手。ポジションはウィングスパイカー。バレーボール対王国女子代表。スラートターニー県キエンサー軍出身。2006年にタイ代表に初選出される。翌年からレギュラーとして活躍し、2007年のアジア選手権で銅メダルを獲得し、同年のワールドカップバレーで三大大会に初出場した。 2008年の北京オリンピック世界最終予選にも出場した。2009年のアジア選手権では同国を初優勝へ導き自身も MVP を受賞した。また、同年のワールドグラウンドチャンピオンズカップにも初出場を果たす。2010年の第2回アジアカップで銀メダルを獲得した。また、日本で開催された世界選手権にも出場した。 2012年ロンドンオリンピック世界最終予選で5位、FIVB ワールドグランプリで4位など好成績を残す原動力になった。第3回アジアカップでは中国を下し、初優勝へ導いた。2012から13シーズンからアゼルバイジャンリーグの強豪イトゥサチバクーに移籍し、エースとして活躍している。2013年に地元で開催されたアジア選手権では大車輪の 活躍で4年ぶりの制覇に大きく貢献した。同年のワールドグランドチャンピオンズカップに出場し、ベストスコアラー部門で第1位、同大会でベストウィングスパイカー賞を受賞した。2014年8月6日、JT マーベラスはシッティラックの入団を発表し、3シーズン活躍した。2017年からナコンダチャー島でプレーしている。2018年、 アジア競技大会で銀メダルを獲得した。ウィキメディアコモ Commons にはオヌマーシッティラックに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。